歌舞伎俳優の市川海老蔵さんが自身のブログを更新。この日、海老蔵さんは取れたての魚を食べると記し、長女麗華ちゃん、長男勸玄くんと3人でお友達に招待されて旅行を楽しんでいる様子を公開した。そして、今取れたて、すごい、今日は朝からすごいだらけ、と綴り、地引き網で自ら取った魚を船の上でさばいて食べるという贅沢を味わう様子が映し出されていた。この投稿にファンからは、大量、朝からラッキーですね、早起きした甲斐がありましたね、亀さんまでいた、サメ肌にも触れて良い経験になりますね、船上でのお刺身は本格的、とたくさんのコメントが寄せられていた。サメ、おー、朝からテンションすごい、市川海老蔵。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。